皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ドルフィンウェーブ実況プレイやっていきたいと思います。ということでね、まだまだ、ハーフアニバーサリーということで、ね、また、なんかね、新しいドルフィンが出てるわけなんだけれども、日和さんとね、シュネ先生のね、まあ、当たってないんだな、これが。うん、まあ、後々って感じやな、ということでね、今日はジェットバトル2つ分やっていこうかなと思います。一つはこちらです。今日はどんな試合？はい、というわけで、チャレンジバトル、ポースターゲット。あれだな、タコメカに戻ったけど、まあ、なんか強化はされてるのかな。ということで、じゃあこれのベリーハードやっていくぜ。今回はね、新規のドルフィンをね、一人紹介させていただきます。ね、今回はこちらです。選手のデータを見るの。はい、ね、キリちゃんのパーティードレス姿ということで、はい、まあこんな感じですね。なんかいつものこうね、キリちゃん、こうキャピキャピしてる感じからちょっと一気に大人な感じになってるね。まあなんかキリちゃん好きな方にはね、いいんじゃないかな。で、スキル、まあ攻撃が、クリティカル率アップと、これは普通の攻撃やね。で、これはね、ヘックスバレット。まあ、600% ダメージ与えれるっていうことでね。まあ、ステータス的にはね、トナカイさんとのヘリーさんの方がね、今上なんだけど、SP スキル的には一応、ね、600% だから、こっちの方がね、まあ、高いのは高いんだよね。まあ多分、ヘリーさんの方がどっちにしろね、高くなるんだろうけど、一応今回はね、まあ、新規のドルフィンっていうことだから、こっちを使っていくぜということで。さて、今回は、ギア属性の、ね、タコメカなんで、まあ、基本的には、3属性の、キャラということでね、まあ、イルカだけはちょっとウィンドウ属性なんだけど、まあ、攻撃と防御ダウン、攻撃アップとね、防御ダウンがあるからね。うん。それで入れております。使えるんだよね、イルカは。で、セレナ、ユメさん、で、キリちゃんの、SSR。この、4チームで、やっていくぜ。さあね、ハイスコアまでは出ないと思うけど、まあ、やっていくか。胸を借りるつもりで。イルカの胸を借りるつもりで。今は夜なんだよな。うん。姫か重工系のね、マシンが開花するぜ。ターゲットセットアップ。前回はカニだったけどな、メカが。さて、じゃあ、とりあえずあれだな。セレナのね、SP スキルが攻撃アップするけ、早々に、まあ、セレナのね、SP スキル使えるようにしておきます。せ。本当はね、ビーナとかがおったら、まあ、ちょうどよかったんだけどね。まだ持ってないんですよね、冬コーデの。欲しいやつ、欲しいやつっていうのに限って出ないんだよね。結構食らうな。まあでも、だからどうしたっていう感じがするんだけどね。さて、じゃあ、ここだ。これでどうだい？てか、もう相手は SP スキルがもう上がっているんだよな。もう、次使える段階っていう。やべえな。ね、ゆめさんでね、防御ダウンして。で、じゃあ、たくさん攻撃していきましょうかね、ということで。そりゃ。ね、相手がブレイクしているときにね、ダメージアップするメモリーをつけてあるから、それなりに与えれるはず。
キル使うだろうな。まあ、シオちゃんとトムチンは実装されても、相変わらずタコメカに乗る運命なのかしら。さて、じゃあ、次でちょっとブレイクされるな。まあでもしょうがないな、本当に。そりゃ。これでどうだい？私が決めますよ。もう魚ダウンだぜ。ちょっと一ターン分損しちゃうけど。まあやられることはないんだよな、これが。さすがに。さて、セレナのSP が溜まってはいるんだけど、ここはとりあえず攻撃力を上げてからのキリちゃんのアタック。ね、じわじわとね、与えていくぜ。夢さんアタックプラスのね、攻撃力アタッカー系のね、攻撃でいくぜ。思えば夢さんの方にパーティードレス着せてるな。色違いのね、キリちゃんが着るはずの。よし、ダウンダウン。あとはもうサンドバッグじゃ。美味しい流れ。さて、じゃあね、セレナのね、降り注ぐ愛の夢攻撃アップさせといてので、これでダメージ与えて、そうだな、とりあえず攻撃アップさせておこうかな。ちょっとイルカのね、SP で溜まっているけどね。こういう思考はどうかな。力になれ。これは誰のやつ。よしよし。で、キリちゃん砲で、いくぜ。で、クリティカル。で、防御ダウン。必殺技ってやつ。70万か。まあ、ヘリーさんのね、SP スキルにか比べたら、まあ、低いやろな、これは多分。まあ、しょうがないよ。どんどん行くぜ。てや、入れよう、ドラゴーン。練習の成果は。シールドがあるとはいえ、7万ぐらい与えられるのはいいね。あと3ターンしかないからな、あんまり与えれんねえ。ちょっと、あれやね。あとはもう、ひたすらに叩く。100万ぐらい行きたいけどな。もういいや、ゆめちゃん。ここでもう一気に削れないと思うけど、シールドがあるからね。最後のフィニッシュ。
まあそれでも結構与えれるからすごいね。やっぱ無理か。やりました。よしよし、オッケーオッケー。それにしてもあのパーティードレスの前の方がちょっと短いんだね。こうそのスカートのね長さっていうの、後ろの方が長くてね、まあ歩きやすいようにするためなんだろうなきっと。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。まあこんなもんだね。うん、まああのチャレンジバトルに関してはこんな感じやでね。はい、というわけでじゃあもう一本あのジェットバトルやっていこうかなということで、じゃあ隣のやつやっていくかね。ハーフアニバーサリーのねトーナメント戦、とりあえずまあちょっとね、最初のこっちの一番左のやつやっていくかな。ね、ハーフアニバーサリーカップということで挑戦。とりあえず1回は勝ちたいかな。今回は確かあれなんだよね、3属性の、ね、編成で、ね、戦っていくというやつやね。こっちは憧れの相手は、まあ、霧島のメンバーなんだよね。かましてやるか。ギア属性やな。うんうん。相手の情報はこのもんですね。はい、というわけで、じゃあ3属性のね、ドルフィンたちで、ね、今回は挑んでいくぜということで、ね、ディフェンダーがユメさんとセレナ。で、アタッカーが、シオンと、ヘリーさん、全員、3属性。見事なまでにクリスマス。ね、あの、日和さんとシュネ先生が確かあの、ね、3属性だからね、あっちもあったらいいんだけどね。まあ、今回はしょうがない。ということで、じゃあこの編成で、やっていくぜ。スタンバイ、ゴー！レースを輝かせてみせよう。おお、なんかいろんなこうねリボンがたくさん。いや、お祝いって感じがするよね。そういえばあれなんだよね、あのちょっと関係ないんだけど、ジオラマ皆さんどうですかね、コンテストね。まあ俺はいろいろと出してはいるんだけどね、まあ入賞はなかなか難しかろうな。よし、じゃあ早速やっていくかということで、相手は10個しかないのか。ならまあ、ね、軽い軽い、せい。これでどうだい？ね、次のターンでもブレイクできるぜ。これでどうだい？支えてあげるわ。無傷で乗り切れるか？さてさて、まあ最初の方は軽いだろうな。私に任せて、こういうのはどう？これはどうやとね。防御ダウンか。まあいい。じゃあ、シオンの攻撃アップとヘリーさんの SP アップと通常攻撃。支えてあげるわ。うん、まだまだ。ね、これでブレイクしたからダメージが取りやすい。おう、2ターンで終わった。最速かな。ごめんなさい、みんな。ビクトリーね。ミチルが謝るんだったらちょっとこうね、申し訳ないなっていう気持ちがあるなーって。よしよし、とりあえず1回目はなんとか勝てた。いやー、まあ、今回のね、敵って全員霧島のメンバーなんだよな。ハーフアニバーサリーカップは。よしよし。次は水着の状態のね、あの、まあ、水着っていうか、まあ、ユニフォームか。水着ユニフォームのね、霧島チームということで。まあ、引き続きギア属性だからね、ね、
まあ軽く足合ってやるかということで、行くぜ。強さだけじゃなくて華麗に見せてあげるわ。楽しい時間がやってきたぞ。各選手気合の入った表情。ちょっと夕方になってきたなーっていう。まだ罪の海がオレンジ色に輝く最高の時間。青春だね。なんてまったりしてる場合じゃない。 SP のね、たまりがね、持ち越しになってるから本当に嬉しいわ。さて、じゃあとりあえずもうさっきとほぼほぼ同じ戦法でね、叩いていくか。よし、ほら。どうかな。うん。どうかな。頑張りなさい。余裕あるよ。確かね、そっち。歌えだったかな、歌えのね。能力でなんか腐食とかなんとかのね、状態異常が確かあったんだったっけな。あれがちょっとね、辛いんだよね。あれがあるからちょっとこう、大変なんだよね。シールドも減るし、ダメージも受けるしで。そういう意味だったら、まあ、南を入れておくっていうのも、まあ、ありかもしれんしね。ワンちゃん、来たー。よし、じゃあもう、ね、シオンで、ね、とどめさせてあげるか、華麗に。そいやー。決める。合わせて。ね。降り注ぐ雪。おお、なんかミチルのそのなんかちょっとアップがいいね。ごめんなさい、みんな。よし。笑顔が弾ける。てかやられるキャラクターは今回ミチルですか？たまにイルカあたりがやられてもいいのよっていう、やられる演出あっていいのよっていう。よし、2回戦目も、ね、なんとか勝てましたと。3、4回目あたりから結構強くなるんだろうな。お、ハーフアニバーサリーの衣装になってるね。一丁かましてやるか。まあでも、ランクは SSR のままっていう。ね、まあ、ユニフォームが違うんだよね。うん。ハーフアニバーサリーの仕様になっている。さて、じゃあ、3回戦目。とりあえず1回は勝ちたいかな。何回も勝ちたいです。ちゃんとこうね、アンリと歌いもね、カラーリングに合わせてるハーフアニバーサリーの衣装だよね。本来2人はまだないんだけどね。後々やっぱ出るのかな。文句なしの完璧な仕上がり。先行に回ったのは、お、ゆめさんのね、シールドじゃなかった、 SP 上がっている、だから使うぜ。で、これで。もうやってられません。一気に5個も削るっていうね。どうか。あと1個あればね、もうワンターンでブレイクできたんだけど。無傷で乗り切れるか。打たせんよ。うん。ああ。歌いじゃなくて正確にはアンリか。腐食の効果あるのは。いいところで回ってきた。そうね、とりあえずそうだな。どうしようか。ちょっともったいないけど、まあ、とりあえず使うか。ヘリーさんのね、クリスマスプレゼントあげるわよ。頑張りなさい。ブレイクだね。
これで倒せたらね、まあ万々歳だけど。頑張りなさい。行くわよ。さあバンバン撃つわよ。さすがに倒せるまではなかったか。まあしょうがない。じゃあまあヘリーさん方でも一気に叩く。せやー。私の攻撃は痛いわよ。めっちゃミチルのやられる演出が多い。ごめんなさい、みんな。悪くないですかね。笑顔が。なんかこうミチル好きにはなんかたまらないんかもしれないね。さて次でラストだな。さあ強いかしら次。まあ強くても俺はね絶対に勝つ。本当に勝ててる。ハーフアニバーサリーの衣装だけど、さっきよりかはちょっとレベルとかが上がってんのかな。あとシールドとか。そうか、この時はね曇り雨か、雨と夕方だからちょっとマシンのバフがないのか。結構きちいな。よし、じゃあまあとりあえずやっていくかということで、ラストね、ジェットバトルスタンバイゴー。まずはこの一戦をしのがなきゃ。ぶつかり合う気迫と気迫から各選手火花を散らして。いやーこれでねラストやなーって。今日はあいにくの雨模様。視界明瞭とはいかないが、雨雲を吹き飛ばすほどの熱いバトルに期待だ。ラストバトルだぜ。完璧な仕上がり。じゃあもうセレナの SP が使えるからもう早々に使っていくぜ。7個一気に破壊して、まあ、この2人でもうクリティカルアップ。少し本気を出す。早めにあれだけね、あのシールド破壊する効果のねある SP を叩き込んでおけばこっちの勝ちだ。ああ腐食、やっぱり歌えも持ってたか。とりあえずだな。とこうでこうでシオンの攻撃アップ、いくで。よし、じゃあシオンアタックいけー。そしてヘリーさん方でもいけー。これで倒せたら嬉しいけどね。合わせて。ちょっと SP スキルのねあのレベルが低いからなかなかきちいけど。私に見とれなさい。支えてあげるわ。私の攻撃は痛いわよ。倒すまではないか。1万、うん、結構削れるな本当に。いい波来てますね。こういうのはどう。私に任せて。そっち。いい波来てますね。おいしい流れ。大丈夫だと思うけど、とりあえずちょっとゆめさんのシールド回復しておくか。ね、これで SP が溜まってきたけ、次で使う。
まあまだ多分そんな余裕っちゃ余裕だけどな、とりあえずね。私の独断場だ。これ以上食らったりとかしたらなーっていう。いい波だな。これはどうやとね。やあ。おいしい流れ。よし、じゃあセレーナとね、ユメさんのコンボ、そしてヘリーさんアタック。待て、まだ勝負つきそうだな。少し本気を出す。まあでも SP スキルアタックでね、一気に倒せば。こういう思考はどうかな。もうやってられません。OK。よしよし、勝てたぜ。こんなところでなんとか成功。勝利者インタビュー。みんな生き生きしてるね。イエーイね、優勝優勝、やったー、イエーイ。これで OK だな。ハーフアニバーサリーカップ優勝ということで、やったぜ。はい、というわけでね、まあ、今回はね、チャレンジバトルと、ハーフアニバーサリーのね、ね、トーナメントカップ、やっていきましたということでね、うん、まあ、ちょっと久々にドルウェブのね、実況だったけどね、うん、今回は。で、次回のね、ドルフィンウェブの実況、なんかまだね、こう、新しいイベントみたいななんかね、発表されてないからね、まあ、また後々ね、発表した感じでね、実況やっていくと思うんで、その時もね、また、ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメント待っております。それでは、バイニャラー。